んにちは。今回はやりたくないことの中に隠されているもの、やりたくないことはやらなくていいを履き違えると苦悩から抜け出しづらくなるというお話をします。やりたくないことはやらなくていいというような意味の文言をどこかで聞いたことがあると思います。このやりたくないことはやらなくていい、言い方を変えてみるとやりたいことをやるということになります。これだけでワクワクしますよね。しかしこれは 100% 好きなことだけをしていればいい、目の前にある片付けることを全て避けていいという意味ではありません。では何のことを言っているのかというと、大枠の生き方において自分の内側にある真意に聞いたとき、これは自分にとってワクワクすることかそうではないのか、ワクワクする生き方に進みなさいということが根底にあります。そうすることであなたの魂を輝かせることができるからです。といってもやりたいことの中にもやりたくない面倒なことはあります。日常においては片付けなくてはならないこと、処理すべきことが次から次へと目の前に現れます。億劫だな、できるならやりたくないと思うことはいくらでも出てくるのです。それを全部無視していたらやることは山積みになるだけです。そして山積みになったものは積み上がるだけ積み上がって壁となり、前に進めなくなります。それを繰り返していれば右にも左にも壁ができることになってしまい、やがてどこにも進めなくなってしまいます。あなたは重たい苦悩の中に埋もれてしまうのです。しかしここでいい話があります。この日常のやりたくないことにこそ人の道が隠されていることがあるのです。どういうことかと言いますと、やりたくないと思うものを一つ一つクリアしていくことで、人は自分自身を磨き、自分自身を展開していっています。もちろん、目の前のことをやるのかやらないのかは、その本人が決めることです。例えば時には家事をしたくない、疲れたから今日は家事をしないということもあるでしょう。それも悪いとは決定づけないでください。やらないということもそれもまた一つの経験になるのです。たまにはそんなことがあってもいいのです。話がややこしく聞こえるかもしれません。つまり目の前にある嫌だな、やりたくないな、でもやらないとなと思うようなこと、毎回毎回それを避けるわけにはいかないようなこと、それらは単純にあなたを磨く研磨剤のようなものということです。そのやりたくないと思うものを乗り越えるたびに、あなたの目の前には明るいものが一つまた一つと現れてくるのです。それはあなたの広がり、あなたの展開です。例えばこのメッセージをしているのが3月ですが、確定申告をされた方もいらっしゃると思います。それは面倒だけれど、やればすっきりするし、人によっては還付金が戻ってくる方もいらっしゃいます。あるいは、掃除は面倒だけど、そのままにしていたら汚い中で暮らすことになる。嫌だけど掃除をしてみたらすっきりした。とても気分がいい。というようなこと。気分がいいという波動は、
あなた自身の内側をパッと開かせます。そういうものがやりたくないものの中には隠れていることがとてもよくあるのです。そのように一見大変だなと重たい気持ちになるようなことも挑戦してみると、新たな発見があることがあります。それは自分にとって心と体の筋肉を使って乗り越えたからこそ見える何かです。そういったごくごく日常の積み重ねで、人はそれぞれの道をかき分け、自分自身の道を照らし、自分を明らかにしていっています。ですから、嫌だな、ちょっと大変だなと思うことが現れた時こそ、これでまた一つ人生が見えてくるぞとアイテムのように挑むくらいでもいいのです。そのようにやりたくないことを楽しめると、今度はそれが苦痛なことではなくなります。その先の光を見るようになるからです。ということで、最後になりますが、やりたくないことの中にも光を内包しているものがあります。光を内包しているやりたくないことは、それをやり終えた後必ずすっきりします。光がパチンと弾けるからなんです。ですから、わずかであったとしても、どこか楽しい気持ちになります。反対に、やってもやっても重苦しいのであれば、それは光がなく、あなたの道からずれているということです。何か見直すことがあるということでしょう。それを踏まえて、やりたくないことにも心と体の筋肉を使ってみることを挑戦してみると、新たな発見が見つかることがあります。魂ももっとピカピカに磨かれていきます。だからこそ、大枠のやりたいこと、なりたい自分への道へつながっていくのです。今日はやりたくないことの中に、あなたの道が隠されていることがある。やりたくないことはやらなくていいとは、目の前の片付けるべきことまで放棄するということではないというお話をしました。苦しい時にこそ気づきがあることがあります。人はそれぞれに乗り越えることがありますが、そこに光の流れがあることをどうか忘れないでいてください。今日も皆様に笑顔がありますように。最後までお聞きいただきありがとうございました。またいつでもお寄りください。それでは。